この他にいろんな表示の仕方があるんですけども、それはまあ、一度にやると複雑になるわけですので、とりあえず今回は10進数表示というのだけを覚えておいてください。で、もう一つは、次には、今度は、今のは整数の扱いしかやってませんけれども、コンピューターの場合は小数点数というのはまた別に扱います。で、小数点数の場合には、不等小数点型というのを使って、まあ、具体的には先ほどはイントというふうにしましたけれども、そのイントというのをフロートというのを使います。フロートの変数名ということで、今度は同じ箱でも小数点数が入るような箱を作るということですね。またはフロートとダブルと書いてありますが、まあ、両どちらでも、小数点数には変わりないですけども、あとはコンピューターの場合にはその精度というのが関わってきますので、まあ、本当は二進数とかそういう話をしなきゃいけないんですが、まあ、非常に簡単に言うとフロートというのは通常32ビットの大きさがあります。32ビットというのは10で表すと32桁、32桁の二進数が入ります。で、ダブルというのはその倍、64ビット。要するに、まあ、箱の大きさが大きいということです、ダブルは。まあ、その通りで2倍という意味なんですけども、まあ、それだけの違いで、基本的な機能としては、不等小数点数を入れるという意味では同じです。まあ、ですから、まあ、どちらを使っても、まあ、今練習ですからどちらを使ってもいいんですけども、とりあえず、フロートという宣言の仕方と、それからダブルという変数、ダブルという、宣言の仕方があるということですね。で、まあ、具体的にはしゃべるとちょっと長くなるので、簡単に言いますけども、小数点数というのはですね、二進数では使うと、非常に、まあ、長くなってしまうんですね。長くというのは桁数が大きくなってしまいます。ですから、できるだけそので精度も、例えばですね、受信数の 0.1 というのは、まあ、これは別の授業で問題やらないといけないんですけども、受信数の 0.1 というのは、二進数で表そうとすると実は 0.1 というのは、まあ、これ2倍ずつするんですけども 0.2 になって2倍して 0.2 になって2倍して 0.8 になって2倍して 1.6 で、 でこの1はもう使うので6で2倍して 1.2 になって、でまた2倍して 0.4 になって、でまあ、こういう計算の仕方があるんですが、で 0.000011 でこれ 2に戻るので、0011ですから 0.000011 0011 0011、まあ、要するに、こういうふうに無限に続いてしまう。受信数の 0.1 というのは二進数に表すと、0.0001100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 1というふうに二進数で表すと、受信数ではもう無限小数じゃないんですけども、二進数だと無限小数になってしまうようなことがいっぱいあってですね、まあ、要するに正確な値というのはなかなか、二進数コンピューターの上では表現できないという問題があります。ですから今言ったようにできるだけ長い
箱を用意しておけば、まあ正確ではないけどもしないけども、まあ大体正確な値が落ちてくるということですね。まあ、中見ますが、コンピューターというのは全て2進数で動いていますから、受信数そのまま使えば、まあ、数学的にこう例えば物理計算とか非常に複雑な計算をする場合には、できるんですけども、構造上2進数でやっていますから、どうしても全くその正確な計算というのはできません。ですから、できるだけ、まあ、あとはメモリの数を大きくして大きな変数を作るということで、まあ、大体の計算をするということを行います。まあ実際にはいろいろ工夫をしてプログラムを書けば、正確な計算ってできないことはないんですけども、まあ、こういった筆算に相当するものをプログラムで作るとかですね、そういう場合はできないことはないんですが、まあ、通常の場合は概算でいいということで、この小数点数に関してはもうフロートとかダブルで、計算をさせます。で、とりあえず今練習ですので、今度は早速このフロートの負荷ダブルですね、小数点数の指則演算というのをちょっと考えてみましょう。数式の計算を行うには一般的には通常の数式とは同様ですけれども、一部見慣れない演算子が必要です。で、特に小数点数を使う場合には割り算ですねが問題になっています。で、小数点数を使う場合には、まあ、普通の割り算は、スラッシュで構いませんけども、先ほどの、整数を使う場合にはあまりというのが出てきます。割り算ですから、あまりを求めるような、計算が必要になっているんですね。まあ、数学ではあまりというふうに言うだけですけども、整数型、整数の割り算をする場合にはあまりを求めるために、パーセントというのを使って、やりますよということですね。で、これはあまりを求める演算子になるということです。まあ、これはちょっと後でやりますけども、とりあえずですね、今言ったことを、まあ、総合的にやるためにまずもう一つ整数型の演算子、演算ですね、指則演算をやるプログラムがここにありますので、これをまず実行してもらいまして、で多分もう一つぐらいで今日は終わりだと思いますけども、もう一つはこの隣にある、フロートまたはダブルを使った即演算、小数点数ですね、要する 12.345 みたいな、値を使える即演算、この練習をやる、この2つをちょっと今から実行してみます。まあ、先ほどのプログラム、まあ、短いですから上書きしてもいいですけれども、まあ、とりあえず一旦閉じてですね、ソリューションを閉じるをやって、もう一回新規作成からプロジェクトを選んで、やってみてください。で、練習の、まあ、2の2とかですね、まあ、名前を自分でつけて、ちょっと実行してみてください。